2023年8月15日終戦記念日、マルカアリーナ中町の丸亀製麺さんの、近くの、場所です。このように藤原台からの水が集まってきている箇所があるんですけども、ここなら大雨の時だけ回転扉式を取り付けていけば置けば、まあそこそこ発電、できると思われます。傾斜しているところだけですね。まあ台風7号が、まあ、接近中なんですけども、まあそれでもこんなものですよ。まあこれぐらいの大雨、まあこれぐらいの雨ってまあ普通の時でもありますからね。だからそれこれぐらいの雨が降ってる時でも、まあこれぐらいの水が集まってくるっていうことです。だから年に10回10日ぐらいはあるんじゃない